ね、知ってる？殺人事件。殺人事件？アリス川徹子です。よろしくお願いします。いつも窓から外を見てる引きこもりの子、新井花。ここ花屋敷って呼ばれてるの。あ、あなたは結界を破ってしまったの。結界？殺されたのはユダ、殺したのもユダ。新井花、彼女こそはたった一人の生き証人。知りたい？何があったのか。